飯塚麻里香25歳、他人によく思われたいという気持ちをこじらせた営業スマイル人間です。同じ営業部の戸田さんは気遣いができていつも笑顔のはずが、戸田さんも営業スマイル人間なんですか？そうだよ、俺も営業スマイル人間。俺飯塚さんのことは尊敬してるけどね。どうせ営業スマイルでしょ。次俺の前で泣いたら抱きしめるから。ずるい、信じちゃうよ。営業スマイル男女ゼロパスで全話無料。ゼロパス名作祭り実施中。 LINE 漫画